はい、こんにちは。すばらしい工房です。今日はリズム感を鍛える方法、良くする方法、いってみましょう。簡単に自己紹介だけさせてください。すばらしい工房は吉祥寺で音楽ワークショップを営みつつ、民族楽器ラバーブで動画音楽などを制作しております。で、結論から言います。音楽にはたった2つの重要な要素があります。2つだけです。で、一つは音程で、もう一つがリズムということで、先日は音程の鍵となる、キーとなる、中心になる音の高さ、つまりキーのお話をさせていただきましたね。で、今日はリズムなんですけど、音楽にとって重要な時間のコンセプトということで、リズムの基本を理解することでリズム感がめちゃくちゃ良くなります。なので今回の動画、ぜひ最後までご覧いただき、わからなければ何回も見直していただければ幸いです。それでは早速いってみましょう。リズムがうまく取れない理由ですね。4拍子の曲の頭から入るのはできるけど、1拍目が休符だったり、3拍子系だと苦手という方ね、実は意外に私たち日本人には多いんですね。で、それはリズム感がいいとか悪いとかは何を基準にするかの問題もあるので、これまた別の話として、ロックやポップスなどポピュラーミュージックにはハーモニーを重視した西洋音楽の影響のみならず、世界中の音楽の影響を受けながらハイブリッドに発展してきた歴史もあるので、ロックやポピュラー音楽にはアメリカの黒人音楽のブルースやジャズの影響を強く受けているのは、まあ、言うまでにもないことですよね。で、その中でもとりわけアフリカの音楽、アフリカ系の音楽が今のポピュラーミュージックに与えた影響は特にリズムの上でとっても重要なんです。アフリカっていうと日本からはめちゃくちゃ遠く離れているので、アフリカルーツのリズムへの影響が見られるこの楽曲に対して、つまり頭抜きの楽曲、頭が休符になっている楽曲に対して、日本人の私たちが馴染みにくいのは当然かもしれないですよね。アフリカの言葉にリズムの秘密がありました。ということで、一拍目より先にツンの目って始まるのをシンコペーションと言います。で、このシンコペーションですね、これはまた後日解説させていただきます。今日は一拍目を休符と捉えて始まる音楽について深掘りしますね。今日は五線譜で説明するっていうより新しい実験をしてみましょう。こちらのアフリカの地名を見ていきましょうね。こちらの地名ですね。ンジャメダはチャドという国にあります。で、ンガンデレはカメルーンという国にあります。で、ングルはナイジェリアにあります。ンゴロンゴロ国立公園、これはタンザニアにあります。ということで、いかがでしょう。私たち日本人には馴染みのない言葉の始めが、ん?で始まってますよね。つまり発音しない音、休符扱いになってる地名、アフリカにはめちゃくちゃたくさんあるんですね。で、これ地名だけではなくて、人の名前や、まあ、普段話してる言語そのもの、言葉そのものが一拍目が休符になっているケースがね、すっごい多いんですよ。で、そうですね、私は布の仕事もしているので、で、仕事も兼ねて世界30カ国以上を訪ねた経験があります。で、旅行で行っただけではなくて長い間滞在したこともあるんですけど、例えば西アフリカのセネガルやマリなどの国には何ヶ月か地元の家族と一緒に過ごした経験があります。で、多くのアメリカ大陸の黒人奴隷は西アフリカからアメリカ大陸に連れてこられた経緯がありますのはご存知ですよね。で、実際あのセネガルという国には奴隷の集積所にもなっているゴレ島という非常に恐ろしい観光名所があるのですが、まあ、今では海水浴とかで賑わう観光名所になってました。僕も実際行ってみたら、まあ、それはともかくとして、まあ、一緒に暮らしているうちに当然彼らの言語もある程度覚えることができたんですけど、例えばセネガルで使われている言葉ウォルフ語にはこのような言葉がありました。具体的な例として数字を解説させていただきますね。例えば1ですね。1はベンですね。で、2はニャール。で、3はニェット。で、4はニェント。で、5がデュロム。で、6がデュロムベン。7、デュロムニャール。8、デュロムニェット。で、9がデュロムニェント。で、10がフォック。ということで、これ僕すごい若い頃に滞在してたので、めちゃくちゃよく記憶してるんですけど、まあ、このことから日常にも
一拍目を抜くような言語構造になっているのがもうお分かりになれると思います。なので今でもポピュラーミュージックにはこうした一拍目を抜いたり、もしくは逆にシンコペーション、つまり一拍目ではなく一拍つんのめった形で始まるメロディーを聴いているのはめちゃくちゃ心地いいんだけど、日本語を母語としている日本語しか話せない私たちがいざ表紙を取ってみると、あれ、なんかできない、なんでできないんだろうと戸惑いを思えることがあるのもやはりこれ十分に理解できます。あとプラス、例えば一拍目を発音しないだけではなくて、英語などほとんどの言語にある冠詞ですね、冠詞、例えば The Bass とか The Player とか The Bass Player とか The Baseball Player とか The Basketball Player とか The Basketball Player とか定冠詞がこの一拍になってるケースってありますよね。で、この定冠詞という発想も日本語にはないですよね。で、このことももしかしてさらに日本人に異国のリズムに馴染みにくくしている理由なのかもしれないですね。で、そんな私たち日本人でもリズム感がめちゃくちゃ良くなる方法、無料でできる方法を解説します。はい、無料で簡単にできる方法、この2つになります。パルスを感じる。振り子を感じるということです。で、リズム、つまり定期的に時間を刻むことは実はですね、いつもの僕らの日常の中にあります。それがパルスイコール鼓動なんですね。鼓動イコール心臓ということで、心臓を掲げようという進撃の巨人というアニメでもね、有名になりましたよね、このセリフ。はい。なので、まあ、時々、まあ、ドキドキしたり、緊張したり、激しい運動とかして、まあ、鼓動がドキドキ速くなっちゃったりすることもあるんですが、基本的に僕たちの鼓動は一定の速度をキープしていますよね。で、このゆったりした鼓動を一小節の頭に捉えて、体のどこかの部分を振り子運動させましょう。はい。つまり、ちょうど、鼓動、パルスが一小節全体の全音符ということで、大きく捉えて、そして振り子が小節を細かく刻んだ8分音符、もしくはその場合の16分音符に感じるということですね。で、弦楽器奏者であれば、人差し指を軸に親指と残りの3本指に分けて振り子運動をさせます。で、これをギター用語でオルタネイトピッキングと言いますが、まあ、ギターとか弦楽器だけじゃなくても、足の指先で感じるだけでも全然 OK なんです。で、それらを体得すればリズムが崩れるということはかなり少なくなります。そりゃそうですよね。振り子ってこう順々に右左右左って本当に定期的にこう動いていますよね。右右右左っていうことはないじゃないですか。で、僕たちがこう歩くときも右左右左って順に歩きますよね。右右左左右右左左右右左右右左っていうことはないじゃないですか。そうは言っても忙しい現代社会、会社行って帰ってきて、いや疲れたな、なんかご飯食べて YouTube 見てたらあっという間に12時過ぎ、ああもう時間ないみたいな感じで、もう時間ないですよね。でも全然大丈夫です。楽器なんていらないですね。楽器を練習する前に、例えば歩いている時、一歩一歩の歩数をパルス、鼓動だと考えて、で右手を8分音符もしくは16分音符と捉えて振り子運動しましょう、させましょう。こういった感じでオルタネイトピッキングみたいにカタ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 動かしましょう。で、これで駅までの往復、だいたい20分ぐらいですかね。で、1週間に、で、週5回としても100分もリズムトレーニングができます。確保できまーす。というわけで今回のお話のまとめにさせていただきますね。現代のポピュラー音楽はアフリカなど世界中の音楽の影響を受けた実はハイブリッドな音楽なんです。で、いざやってみると、あれできないな。表紙が取れなくても、もう全然大丈夫です。最初は取れなくても大丈夫です。なぜならば、長い間、ユーラシア大陸から、まあ、ちょっとだけ離れた島国、日本で暮らしてきた私たちにとって、いきなり馴染めっていうのも、ちょっとこう無理な話なんですよね。まあ、それでも、心臓を捧げよう。パルスを意識しながら、細かい音符を体のどこかを使って振り子運動させる。まあ、ベースプレイヤーなら、この指の運動ですよね。ギタープレイヤーだったら、人差し指を軸とした親指と、残り3つの指の振り子運動ですよね。弦楽器とかじゃなくて、ボーカルとかでも OK です。先日、ブログにも書きました。インド式指のカウント方法なども応用できます。そんなわけで今日はリズムのお話、リズム感を良くする具体的な方法、お金を時間をかけないでも改善する方法についてお話しさせていただきました。で、最後に皆さんにご質問なんですけど、今日ですね、マイクケーブルを新しく
購入したものをね、使ってみました。ベルデンっていうメーカーのに変えたんですけど、こちら音声いかがでしょうか。今から前使ってた安価なものに変えますね。ちょっと試しに聞いてみてください。はい、こちら今までのケーブル、マイクケーブルに変えました。どんな感じですかね。どんな感じに聞こえますでしょうか。違いは感じられますでしょうか。もしよかったらコメント欄にご意見お寄せいただければもうめちゃくちゃ助かります。あとすいません、もし動画が少しでもためになったら LIKE ボタン、いいねボタンとチャンネル登録いただければめっちゃ励みになります。で、私が使っている録音機材、撮影機材なども詳細欄に貼らせていただきますので、もし参考になれば嬉しいです。それでは次の動画でお会いできるのも楽しみにしております。失礼します。さよなら。